マートボーイズチャレンジ企画、略してスマチャレンジ。イエーイ。ということで第2回目のスマチャレは、はい、なんと道場破り企画でございます。チャイお兄さん、恥ずかしくない、やりきりましたよ。すごい、もう多分見てる人は、はい、あの人を入りに乗っかって無理してかわいそうな人だなと思われてます。いや今日は、はい、縦入門なので縦入門ですので、はい、そんなね道場破りとか言ってますとめっちゃ怖い先生に切られますから。なんですか怖い先生って。めっちゃ怖いと思う。そんな顔してるともっと怒られるんですけど、まあ、じゃあ怖い先生がいるということなんですけども、はいはいはい、じゃあ、うん、ね、そもそもスマチャレというものは何なんでしょうか。スマチャレ、もう説明しましょう。スマチャレとはですね、そう、スマチャレとは何なのか、はい、企業さんに説明してもらいたい。スマチャレとは、説明させて、説明させて。スマチャレとは、もう説明しますよ、はい、スマチャレとは、はい、今が旬の、はい、旬ですかね、まあ、旬ってことで、まあ、強気でいきましょう。強気でいきましょう。旬ボーイズですよ。旬ボーイズ、はい、今が旬のですね、はい、見た目、はい、演技、生き方がスマートな俳優さんにですね、はい、2人1組になって対決してもらい、そして演技では見られない熱い面だったり、はい、そういう表情をクローズアップするというチャレンジ対決企画となっております。よく覚えました。ありがとうございます。ありがとうございます。これ本当は僕が言いたかったんですけどもね、覚えるのが悪くて覚えが悪くて金城さんに譲りました、ね、はい、ありがとうございます。ということで、そうです、ということで、はい、ということで、ちょっと待ってくださいね、はい、ちょっと一回後ろに行きますね。ということで、シュッ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 、今、はい、なるほど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 、それで今日この道場に来たというわけでございます。何なんですか、何見たんですか。なるほどなるほどということで、今日はこの道場に来たということですね。さようでございます。では、早速この道場、怖い先生が待ってるというところに行ってみましょう、はい、行きましょう、金城さん、せーの